私は神奈川出身なんですよ。とね、21ぐらいの時からかな、パニック障害っていうのが起きたんです。電車に乗るたびに貧血を起こすので、周りの人たちにすごいこう支えられて、駅長室とかでこう休むんですよ。ある日、東京の井の頭公園って、自分がフリマするから遊びにおいでよって言われて、そのお友達の出してるお店の隣の隣に青空のところでマット引いて、お兄さんが一人体式マッサージっていう風に看板出してたんですよ。体式マッサージって見たことない、ちょっとこのお兄さん気になるなと思って、その体式マッサージの施術を私にしてくれて、終わって立ち上がった時に全然視界が開けてね、違っていたんですよ。感動したんですよ。このマッサージすごいですね、私も習いたいです。これ私が身につけたら、ね、身の回りの人、体が辛いっていう方に自分がやってあげれるじゃないかっていうふうに思って、すっごい、これ絶対にいつか身につけたいって、すごく自分の中に目標ができたんです。私、3人目と4人目の子供を天草に来てから産んでるんですよ。自宅で出産してるんですね。産んだ後にお世話に来てくれる助産師さんがいるんですよ。体のチェックを定期的にしていただいた時に褒めていただいたんです。岩城さん、私ね、年齢42歳なんですが、42歳で4人目を産んでね、こんなにいい体の状態の人、私は助産師人生で初めて会いましたっていうふうに言っていただいたんです。この体遣いをあなたは皆さんにね、伝えていくお役目よっていうふうに言っていただいたんですよ。その助産師さんにドーンと背中を押してもらえたような感じで、それで私、コロナ禍ですぐに実はライブ配信したいなって思ってたんです。私が普段何気なくしてる習慣とか皆さんに伝えることで、皆さんのね、気づく何かきっかけっていうか、健康的にいつまでもね、そのね、おばあちゃんになっても自分の足で歩いて元気に生きていく女性を増やしていきたいって、そういう夢があります。移住した理由はですね、東日本大震災です。1人目の子が2歳だったんですね。で、2人目の子を産んで1週間だったんです。娘のね、首が座る3ヶ月になった時に東京を出る決意をしました。それで、どこかないかなって見た時に、最初に飛び込んできたのが熊本で、全く未知の土地だったんですけど、熊本行ってみようって思ったんですよね。生まれたばかりの子供、前に抱っこひもうちの旦那さんね、息子を前に抱え、そして実際に熊本に来てみたら、すっごく空が広くて緑が豊かで、わあ、すごくいい土地だなって、なんかね、すごいその土地のエネルギーを感じたんですよね。すごく生き生きしてるって、いろいろ見て回っていた時に天草にレンタカーでやってきたわけですね。そしたらすっごく海がね、綺麗でね、天草に入っていく途中の松島の風景とか、うわ、こんな素晴らしい景色があるんだって、どんどんこのね、行くに従って、もう景色にまず感動しながら、あ、ここには素材がたくさんある、ここから一から生み出せる魅力みたいな、海に行ったら塩が炊けるとかね、何かね、この生み出せるみたいな可能性を感じた時に、ここはもう宝の山だってすごく感じたんですよ。人生はね、一度きりなんです。
うん、この自分の人生っていうのは一度きりなんで、やってみたいって思うことがあるならぜひチャレンジしていただきたいなと思います。やってみて初めて見える景色っていうのがあるんですよ。順応していく力が人間にはありますから、地域の人たちもね、すごく熊本は特に優しくてお世話好きの方がたくさんいますので、地域の人たちとつながりながら、さらに自分の人生を面白くしていっていただけたらいいなと思います。